いつの時のことよ。あの時よ。そんなことないよ。事務所で撮ってるの。そんな適当なこと言ってんじゃねえよお前は。だからなんかさ、もうすることないからさ、うん、前あの風呂敷ラジオでな、なんかやってたよ、あのイライラ投票箱とか、うん、なんちゃら質問とか、うん、なんかもうなあ、もうやめて、もう撮影始めたからもうさ、なんかその服見るんやめて、服買おう、何買おうかなってチェックするの。応募フォームあったやんか、あの応募フォームにさ、なんかさ、いろいろめっちゃ届いてたやん、あれ届いてる、届いてる、なんかそれにさ、ちょっと答えようよ、もう、うん、いつも楽しく動画を拝見しております。そう、早速ですが聞いてください。なぜ人は喧嘩をすると現在の喧嘩に関係ない過去のことを蒸し返しがちなのでしょうか。前から思ってたけどさ、あの時さ、など話をすり替えるのに疑問を感じます。お二人はそのような場面に出くわしたことはありますか。いや、しょっちゅうよ。え、てか出くわすとかも何もな、なんか二人ともそのタイプやで、ね、こっちはあれちゃんもそのタイプやし、こっちもそのタイプやから、なんか意外とめっちゃ喧嘩してる。意外とじゃねえよ。喧嘩してる。もう、まあ、この間とか喧嘩して大阪帰ったねんで、あれちゃん。なんかムカつくから。ムカつくから大阪帰るって言って帰らんけど。だからこっち一人で動画撮ったよ、この間で。でも我慢してんの、俺めっちゃ我慢してる。嘘つけ。俺めっちゃ我慢してんの。お前一番我慢してねえよ。してんね、俺我慢してる。してねえよ。してだからしてない、あんたがしてないっていうふうに思わせることが私の我慢の仕方のプロフェッショナリティの部分なの。何を言ってんの。あなたはあなたに何の罪悪感も感じさせずにな、あれちゃんの中ではな、2時から撮影なって言ったらな、うん、2時にホームに着く電車を検索してくるわけって言ってるやつが今日30分遅れてきよったのは何やったのじゃんって言うやんか。でも今日アレちゃんも絶対遅刻してくるはずやったねん。普段まあ俺の方が明らかにいつもアレちゃんも待ってしてんねんで、何の遅刻もないっていう状態やねんけど、でそれで全然関係ない、なんかブラスがやる気がないとかそういうことを言ってくるわけたまに。でそれで俺がやる気がないって言うけどな、じゃああんたはな、今もなそうやけどな、なんかいつもストーリー見てるやんか、撮影が始まってるのにインスタグラムチェックしてるやんか、ずっと。あんたが言ったやん、今普通にそれ手で撮ろうって言ったくせに何を言ったんだよ。今そういう手で撮ろうじゃない、あんただってしたよ、あの時私が冷蔵庫に保存した団子食べたでしょ、勝手に。あんたは私のプリン食べてんじゃないのよ。プリンだったってさ、あれプリンはさ、なんかちょっと名前つけてんのに。違うよ、あのプリンだってあの団子俺のなんで団子食べた。だって団子に名前書いてなかったから。だって団子には名前書くもんじゃないもん普通。いや、そんな知らない。そんなんさ、団子が好きなの俺っていつも。でもさ、世の中そうやってできてるわけ要はみんなね、なんかプラスマイナスで生きてるから一回だから過去に我慢するんよ絶対。でこっちは我慢したっていうのにもかかわらず、なんでこいつはこう私のことをさ、ここで我慢しないんだろうっていうところからなんか言うんじゃない、そうやって、うん、だからどっちでもいいわ、次の質問。いや、解決してないと思う。次いきます。え、解決しなくていいの、だって解決できるもんだじゃない。喧嘩するんです、人は。そう、蒸し返すことありますかっていう。ありますよ。あります。ない人がいるんですか逆に。そう、そう、どこにいるんですかっていうのが。いや、そんな人と会ってみたいかも、ね、それが結論ですよね。はい、じゃ次いきます。私はツイッターなどの SNS で知らない人からお前と呼ばれるとカチンときます。ねえ、わかる。付き合ってるカップルで男性が女性にお前と呼ぶことはよくあると思いますが、それも下に見下してるような言い方に感じられ、よくないと思っています。二人はどう思いますか。じゃあなんか言い方なんだよね、その喧嘩ぶってる時のお前な、うん、みたいな言ってる時と、なんかお前それ掃除しんやんそこみたいな感じで言われるのとなんかちょっと違うやん。言い方の問題。なんかそのどういう時に使うかじゃない。喧嘩売ってる時だとか知らんやつにお前って言われる時は、うん、いやいやいやお前知らんしみたいなってなる。こっちも許せない、お前は許せないかも、知らんやつに言われるのは。うん、まあ、名前がいいよな。なんかもう、うん、名前がいいよな、エリナとかな。うん、お前は嫌だ。お前は中庭とか。なんでアレキサンドラとか。で全然関係ないけど、さっきのアピロシティーズでちょっとエゴサをしたわけ。うん、でちょっとこんなツイートを見つけました。何？寝ます。夜勤なので。とりあえず中庭アレクサンドリアさん、おやすみなさい。好きです。酔ってます。ハッシュタグピロシティーズ。ハッシュタグ中庭アレクサンドリア。からさ、アレクサンドリアじゃないんだよ。ドリアじゃないんだよ。もうね、
完全にな、この方はな、もう2回もな、中にはアレクサンドリアって書いててな、もうこの人の中ではすごい、酔っ払ったら、こういう酔っ払ったツイートをするぐらい、アレちゃんのこと好きやねんけど、名前は間違ってるよ。いや、なんかすごく嬉しいけど、本当にファンなのか。本当に好きなのか、私のこと。まあだから、レスペクトよ。結局は、その人と接するときはレスペクトを持って、その接せないと、そう、いきなりこいつとか言ってくるのもうざいよな。なんか、お前、え、何、どういうつもりって思っちゃう。失礼。あの、普通にやっぱ SNS も外での会話だと思ってするべきだと私は思います。以上。はい、来まして、ブラちゃん、アレちゃん、こんにちは。こんにちは。こういうのやりたいな、なんか言われて。せーの、こんにちは。いつも楽しく YouTube 拝見しています、はい、私は来月で27歳になるのです。あら、おめでとう。もう30手前で大変ね。やめろ。やめろや。いや、女性だよね。女性の27歳はいろいろ考える年頃だよ、はい、これからあの熟成してくる。でももうちょっとしたら吹っ切れる時期来るから、いいそうなった時になんかまた遊べるようになるよ。いや、なんか女性は30が一番おいしい。すいません、まだ質問読めない。もうごめんね。私は来月で27歳になるのですが、今まで一度もお付き合いしたことがありません、うん、もう十分に大人ですが、少女であることが悩みです。学生時代は男性に告白してもらったことも、好きな人がいたこともありましたが、自分をさらけ出すのが怖くて、結局交際には至りませんでした。社会人になって合コンやマチコンに行った時期もありましたが、臆病がますます悪化してうまくいきませんでした。男性は処女がいいというのも聞きますが、恋愛マスターの男友達に勇気を出して相談したら、それはかなりやばいと言われ、ドン引きされました。てかさ、自称恋愛マスターの男友達がまずやばい。恋愛マスターなんてさ、名乗れるやつやばいよ。恋愛マスター。一層ナンパについていくとか、プロの方にお金を出して、セックスしてもらうとかした方がいいのかなと最近思います。彼氏を作る努力を先にした方がいいのは重々承知ですが、先にセックスしてしまうことで恋愛に対する臆病のようなものがなくなって、男性ともっと気軽に交際できるようになるのではないかと思っています。二人はどう思いますか。いや、でも処女だから、その誰でもあのいい、とりあえず処女捨てようっていうのは自分はお勧めしないかな。結局は多分将来めちゃめちゃ好きな人できた時に、あ、この人にあげればよかったなって思いそうな気がする。いや、一生残るからね、初めてやった人って一生残るんだよ。それをなんかお金払ったそこら辺のようわからないやつが一生あなたの記憶に残るんだよ、この人とやったんだっていうのが。うん、なんかそうやって無責任にね、処女の奪われるのはすごく大事にしましょうみたいな、やっぱすごく好きな人、記憶にすごく残るから好きな人で行きましょうっていうのは、なんか恋愛相談としてはなんかマイスターじゃない気がする。俺はなんか必死こいて、俺何事もそうやねんけど、めっちゃ大事にするっていうのをもうあんまり推奨してへん。結婚もそう、なんか離婚するのが怖いから、うん、なんかすっごい真剣に人を選ぶけど、うん、もしかしたら簡単に離婚する人の方がいいんじゃないかと。結婚も簡単にできて、だから何度も言うけどさ、バツ1、バツ2とかを恐れるんじゃなくて、離婚しても星1、星2つみたいな感じになる方が、俺は結婚もたやすくできて。いいの、結婚でも何でも何回もやり直せることは。ただ処女は人生で一度きりなのは、一回渡したらもう終わりなの。一度しかないでしょ、それが残るのが。死ぬのも一度きりだし、それで生き返ることもないし、うん、と一緒のように処女ももう一度なの、一度だけ。だからそれだったら私はそのおすすめ、あのなんていうの、強要するわけじゃなくて、なんか しなさい、そっちの方が絶対いいじゃなくて、ただもしその好きな人とできたら、それはなんかいい記憶として残るし、その時幸せだし大事にもしてもらえるから、早くどちらかというとセックスできることを探すんじゃなくて、好きな人を探しなさいって私は。あ、結論ね。でもそれをな、それを真面目に聞いて、ほんで気づいたら50歳やのに、まだ私は好きな人を探していますみたいな状態になっても知らんで、そしたらもう中庭宛てにお願いします、クレーム。そうですね、まあ、私はある程度妥協をして、好きか好きか分からへんけど、もう私は濡れそうっていう段階で
全然処女捨てていいと思う。あ、濡れてきたでもういいと思う。俺はな、ね、だからもう意見が不一致ということで。いやだからその子があの思うその何よりか次第ってことでしょ。セックスが今とにかくしたいのであればブラスの意見がすごい合ってると思うし、うんうん、 そうね、そこを突破するのがいいと思う、うん、けどなんか自分はやっぱり好きな人としたいとか、それか逆にそのしたいっていうよりもその彼氏が作りたいとか関係をなんか築き上げたいっていうんだったら大事にしなさいって。でもこの手のタイプの人はね、大体ねなんかすごくエッチもしたいけどちゃんと愛し愛され、この人のためなら死ねるって思えるような恋愛もしたいみたいなこと思ったりしてるわけ。それは無理です。はい、以上現場からお送りいたしました。